村舞です。それでは1曲目聴いてください。虹色。
とうございます。最後の曲は舞が作詞した曲なんですけど、後ろに CD もあるので後でよかったらチェックしてもらえたら嬉しいです。この曲は今幼い年齢だからこそ書けるストレートな言葉で、舞が生きてる中で思ったことを書いた詩です。歌詞に注目していただけたら嬉しいです。それでは聴いてください。フェイス。